はい、こんにちは、こんばんは、てるです。今回はたった一つの勘違いから作品自体が終わってしまったライトノベルについてお話ししたいと思います。2019年2月、女勇者に自分の性奴隷にならないとパーティーを追放すると脅されたので離脱を選択しますの作者が、同作品のイラストを手掛けていらっしゃるイラストレーターさんが自分の作品を否定していると勘違いをして、自身のツイッターのサブアカウント上でイラストレーターさんを侮辱するようなツイートを行いました。その後にその侮辱するようなツイートを自身のメインアカウントの方でリツイートをしまして、その結果数日後に自身のツイッターアカウント上でラノベの続刊とコミカライズなどの制作中止、それから謝罪文を発表するような事態に発展しました。その数日後には発行元のレーベルであるダッシュ X 文庫の編集部の方から正式に制作中止の旨が発表されました。この事件の一連の流れを今から説明したいと思います。この事件の重要ポイントは勘違いの部分にございます。まずはじめに女勇者の第2巻が発売となりました。その後引き続き健全なラノベですというリツイートをイラストレーターを担当されているモネティ先生がされました。そのツイートから数週間後に今回の事件の発端となった問題のツイートがされることになります。イラストレーターのモネティ先生から健全エロばかりじゃ飽きますわというツイートがされました。このツイートを見たライトノベルの作者の方が自身のツイッターのサブアカウント上でこのツイートを見た上でイラストレーターさんに対する侮辱するツイートを行いました。ここが全ての原因となってくるんですけれども、イラストレーターさんがつぶやきました健全エロばかりじゃ飽きますというツイートの旨なんですけれども、この真相はライトノベルのことに対してのことじゃなかったんですよね。一番最初に引き続き健全ラノベですとリツイートをしてから3週間ほど経ってからこの健全エロばかりじゃ飽きますというツイートをされました。その間に何があったかはちょっとよくわからないんですけれども、どうやらイラストレーターさんはこのライトノベルのことに関してつぶやいたものではなくって自身の仕事全般に対してのつぶやきだったそうです。自身の仕事全般に対してエロばかりじゃ飽きますというツイートをされていたのを、ライトノベルの作者の方が自身の作品のことを言っているのだと勘違いしてしまい、このような事件に発展してしまいました。そしてその後に自身のサブアカウントでつぶやいた侮辱ツイートをメインアカウントでリツイートするなどの自作自演行為を行い、その後にその一連の流れを見たのか編集部の方から正式に作品の終了をお知らせされることになりました。ということでたった一つの勘違いから作品自体が終了してしまう事態になってしまいました。この一件はどちらに非があるのかと言われますと、イラストレーターさんのこのツイートはちょっと自身のねこの仕事関係上ちょっと迂闊なところもあるんですけれども、そのツイートをね見てね勘違いをした上に侮辱するなどのことを行った、作者の方に今回のこの件は、非があるのかなと個人的には思った事件でございます。この一件は作者の SNS 上での不適切な発言が原因となって発売というか、制作がね中止となった一件だったんですけれども、この作品自体はね個人的には読んでおりまして、イラストレーターさんがね好きっていうことで読んでいたこともありましてね、この一件の事件があった時はねちょっとショックでしたね。はい、ということで今回はそんな感じでたった一つの勘違いから作品自体が終わってしまったラノベの話でございました。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。